いつも番組が頭で平成何年って言われてると2019年って言っといて、うん、あのこういう時々平成最後の丸劇っていうのもなんですが平成最後の番組がどうかともかくとして天皇の、えー、代替わりがあるということなので、えー、まあちょっとこの際いくつかちゃんと考えとかなきゃいけないことがあるんじゃないかということで、えーまあ、天皇,天皇 もしくは天皇制についてね、ちょっときちんと議論したいなと思いました。ただね、世の中的にはなんか、まあ、テレビなんか見てると、今はもうお祝いムードみたいな感じじゃないですか。えテレビ見ないで全然わからないんです。いや、いや、いや、まあ、多分、少なくても、何かこう、それに対して、こう、批判的って言い方ちょっと語弊があるんだけど。こういうことを考えなきゃいけないんじゃないかみたいなことを言う人は、あの、私の知る限りはテレビには一切出てないのでね。だけど、逆、ね、で、そういう中でね、今この時期にそういうことしなくてもいいじゃないっていうと。 それ以外の時期にこういうことを話してあの見,ます見ますっていうか考え皆さん考えますかっていうことじゃないですかだからやっぱここでやらないでいつやるっていうのがやっぱあったのであの別に親ムードに水を差すつもりは全くないんですけど、えー、これはちょっとこのまんまでは代替わり村消し的にはできないなという気持ちもあって、えー、一応そういういテーマをやりました特にね,、えー、ね天皇に関するその政治利用がね、えー、またかなり進んでいる。 えー、日本会議的なものと言ってもいいんですけどね。でそういう中であの他方でそのまあ今まだ金城天皇の側からのカウンターを当てる政治的な意味を持つ振る舞いもね、うんえー、存在しているという状況でこれはまあ,あの明治以降、まあ、で言ってもまあ前代未聞ということですよね。うん、なのであのまああり得に言えばね えー、天皇制あるいは天皇陛下をどう、まあ、僕たちが位置づけるべきなのか、うんえー、そういう言い方は、まあ、あのちょっと失礼かもしれないけれど、うんえー、僕たちが何を望むべきなのかっていうことを整理しておくべきですよねそういう意味が一つあります。うん、天皇にはもちろん人権がということは横に置くとしてね、えー、実際上位されたらその、えー、上位くらいに就かれるわけですよね。 えー、あるいは、えー、職業選択の自由を主張されないとかねノ,ノーとも言わない,で、ね、言わないことい特に国事行為については、えー、この内閣についてですね信任を与えることはできないとかっていうふうにですねいうふうな振る舞いもできないということでだから制度の問題とは別にね、えー、陛下が現にそのように行為していらっしゃるということを抜きには日本国憲法のレジームというかね国体は成り立たないんですね。だから制度 をどんなにいじくり回そうが、えー、陛下のまあ法的に言うと事実行為によって、ね、国体が支えられているというのは近代社会の原則から言えば非常に特異な事態ですよね昭和っていう時代はやっぱり戦争があったしねやっぱりその戦争を巡る評価でそれは天皇の巡る評価とやっぱりつながってたわけだしでそういう意味ではすごい反対もあったわけだけれどもやっぱ平成っていう時代はもちろん戦争はなくてでその代わり大きな災害がねうん、うん 結構頻発をし災害が起きるたんびに実は天皇皇后の存在感っていうのは浮上していったんだと特に決定的だったのはやっぱり3.11であの時に7週連続で日帰りでね被災地とか避難所を天皇皇后が2人で回ったっていうねであれともう一つはテレビで直接語りかけたということであれも初めてだったわけでそういう天皇と国民のやっぱつながりってどんどん強化されていったと。 非常にこうやっぱり平成の幕開けっていうかな告げる大きな出来事としてやっぱり挙げられるのは1991年のね雲仙普賢岳の大火砕、うんねはい、流なんですよ。はいはい、被災者が収容されている体育館にまあいきなりこう入って二手に分かれてひざまずいてですよ。で一人一人に声をかけるというですね非常になんていうかその衝撃的な場面。これが繰り返しあのテレビなんかでうん、うん ま流れましたよね。で、あそこからなんですよ。で、その後例えば奥尻島とか、その後阪神淡路ですよね。災害出てきましたからね。で、それからあと新潟の地震とかですね。で、そういうのがまいくつかありましたよね。で、ただね、95年の阪神淡路あたりまでは、実は結構右派家の批判があったんですね。で、それはまだやっぱり昭和の記憶が残ってますので。 そのやっぱ天皇たるものはやっぱ昭和天皇のような振る舞いをしてこそ天皇でたりうるというかそういう権威ですよね。あるいはその95年ぐらいまでっていうのはその例えば新聞なんかにもそれよりも例えば仮設住宅を早く作る方が大事だというようなことを新聞でもちゃんと言ってたんですよ。ところがさっき言った2011年のね3.11が「 そういったものを全部ね消す消すんですね。で消してもう一切右派からもそうですけれども、一切も批判が出なくなったし、新聞もそういうことを書かなくなったんですよね。そしてまいわば称賛一辺倒に完全にそう空気が変わるんですよ。東京も含めてですが、ものすごく大きな揺れにね、もう我々が 経験したことがなないようものすごく大きな揺れがあったしもちろん原発の事故もあったわけだし計画停電もあったわけじゃないですかそういう前代未聞のね出来事が結構続きましたよねそれがこうどん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 んていうか続いてそれが人々の不安をどん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 増幅させていったとその時に5日後にですよ天皇が直接テレビにね出てきてそして直接国民に向かって語りかけるとのを持った持つ インパクトとといううもものがものがすごくったしは大きかったと思うんですよね、はいうん、陛下ご自身がねこれまで天皇の務めとしてっていっても2つのことを言ってるんですけど1つが国民の安寧と幸せを祈ることでもう1つが時として人々の傍らに立ちその声に耳を傾け思いに寄り添うことと。これはね面白いですよね。うん 役割を果たさなければ国民の象徴としては持続しないとおっしゃってるんですよねそうそう一応天皇のまあ国事行為というのが憲法の7条に定められているものがこういうふうにありますそれから一応まあもう一つですね任命行為というのが6条に定められていてそれがまあこの2つそれとは別に象徴としての行為というものをまあある種ご自分で定義させる まずそもそも国民の安寧と幸せを祈るりというのはあの日常的にやってるんですよ平成になってですね今あの天皇も85ですけども年齢に関係ないんですねだからもう80歳になろうが85歳になろうがとにかく天皇が出るべき祭子は全部出るっていうそういうスタンスをずっと続けてると一体何を意味してるのかってことなんですね。だからうん 今の天皇にとっての祭祀っていうものは、まさにここに書いてあるけど、国民の安寧と幸せを祈るためにあるっていう認識なんですよ。これは完全にそうなんですよ。だから絶対自分がやらなきゃいけないんだっていうね、そういう考え。でもこれは極めて得意な考えです。今言ったように、明治天皇にも大正天皇にも昭和天皇にもない考え方なんですよ。で、それ、そう。だから今の天皇がまあここでね。 それを象徴としての務めの一つに位置づけちゃったんですよ。その、まあ、ある意味で、ご自分で、その象徴としての役割というのは。あの、まあ、決めてやられてきて、で、それが、まあ、えー。年齢的にしんどくなってきたんで、うん、ええー、たいだ。 にしてくれっていうふうに言ったと。であのいやそれはそれ,もう本当それはそれで大変でしょうしって皆さんも思われるだろうしねそれからまあご自分で決めたことというえ本当ありがたいことだって皆さん思ってられるから理解は示してると思うんだけどそこでまずちょっと冷静に考えると原さんはそこは。話があって、うんうん、っていうのはこれ、うん、要するにねつまり自分は象徴っていうのをこう考えてると。うん つ柱があって考えて自分全然それ投げたわけでしょであれば本来はそれを受ける形で国民の側がそれでいいのかといいのかって吟味しなきゃいけないわけでしょ吟味するための時間が本当は必要だったのでありがたくもうその言葉を聞いちゃったっていうかそれ全然なかったってことですよそれ全くなくてスルーしちゃってそれでもうすぐ有識者会議ができてそれみんなのんか丸投げするみたいなね格好になっちゃった